こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、プラレール機関車トーマスお魚飛び出すバッタン駅を紹介して遊んでみたいと思います。こちらのおもちゃ、なんといってもこれですよね。橋がここだ橋がバッタンとなるみたいなんです。はい、楽しみです。ではまずはパッケージから見ていきたいと思います。こんな感じになっています。こうですね。そしてでこうです。こうなってます。でこちらもですね、前回紹介したくるくるメロディー風車と同じで、こう縦のパッケージっていうんですかね、こうなったり、こちら面はもう横のパッケージになってたりっていう、ちょっと面白いですよね。では開けていきます。おー、こんな感じで入っていました。いきなりお魚さんのシールがお出迎えです。これいいですね。よいしょこちらがバッタン橋になります。こんな感じになっています。そしてこちらが水面パーツです。まあ、確かになんかこう波打ってる感じがあって、ちょっと水面っていう感じしますね。そしてこれがパチャンと動くようになってます。そしてこちらがシールになります。可愛らしいですね、この魚ではシールを貼っていきます。シールの貼り方は箱のこの側面に、ここですね、ここに書いてあります。可愛らしいなこれこれ楽しいですよ。このシール貼りは楽しいですよ。シール貼れました。どうでしょうかこれはすごく可愛らしいですね。ではこちらを組み立てます。このようになってます。あ、もうこれだけですはい、つくようにしかつかないですね。でこのバッタン橋がバタンとこれがバタンと落ちると、あいいっすね、このギミック、これは楽しい。あー、こういうの最高ですね。では走らせてみたいと思います。走るプラレールはこちらの感謝トーマスさんとパーシーさんです。ではトーマスさんからいきます。よいしょ。あー、トーマスさんいいっすねってよく考えたら、これいけないわ、いけないいけないいけない。あー、そうですよね、これ逆はいけないんですよ。ではいきます。はい、あー、バッタンと、これがバッタン橋なんですね。ここですね、バッタンと。なるほど。そしてこちらも、あ、魚さんが出てきました。こうなるんですね、バッタンそうっすか、これぐらいの角度から見ると、あー、なんかトーマスさんがすごく左右に揺れてますね。あー、あー、いいですね、こっち。じゃあ連続でいきますか。では、いきます。よいしょ、落ち着いて、よいしょ。はい、連続です。これなら、おお確かにバッタンですね。バッタン、バッタンですね。あそしてお魚さんがパシャーン、パシャーン、うん、楽しいですね。はい、いかがだったでしょうか。今回はこちらのプラレール機関車トーマスお魚飛び出すバッタン橋で遊んでみました。これ橋よく見たら、これわざと揺れるようになってたみたいです。こう見たら見えますね、ちょっとデコボコしてるんです。これはなかなか面白いですね。シンプルなんですけど、
お子さんに喜んでもらえるような、なんていうんですかね、作りをしてますね。うん。という感じです。ありがとうございました。バイバーイ。